覧の通り、ノートルダムの専務士男でございます。これが先生にしてみれば、そのこの国枝俊生というのは、あのお父様が非常に有名な名簿家の方なの で、 で日本時代に少しその、改正名をして使ってたことがあるんですね。で、高先生も一時期この国枝俊生という名前を使っていたと。そうすると、マンゴーは一体何の植物かと。4月に花が咲く、4月に熟して、4月に売られると。碰到228事变之后，他又再回到日本去，这么一去就没有回来。信国埋设在南阳，我的死，我完即带回来。我大，因为我看这篇作品呢，几乎是吃惊，大为惊奇，在我们台湾有日文这么好的，一个文学朋友，我都不认识啊。是安那好多本土啦，文艺的物件，文艺的物件是会让人感动，这个就是文艺啊。哎，古赛哦，啊，都啊就长崎、長崎的卡斯特拉呢哦，都啊那干那出炉啊呢哦，那呼啊呼啊してね哦，気持ちがいいんだ。哦，湯気が立ってるのか。あの牛の部分でトスさんに了解した。モルデルを了解した。那医生也好，公司咯，报社咯，大家拢是讲日本话啦。日本を代表いたしまして、衷心でお祝いを申し上げます。このレジさんは、季語と季題という俳句の約束事と、台湾の風土の独自性とに真剣に向き合うとともに、それをね、あの花をなんか天ぷらにして食べたらね。やめてください。この格好します。やめてください。いや、風の栄養になると。台湾是一般少年呀，根本唔肯讲台湾话，安怎讲日本话？啊，我就感觉迄个是最悲哀。コリシさんは、私がくださったその封筒の受け取り人はね、こういうふうに書いておりました。あ、そうですか。ラキチベイ。でも田舎さんらがアシカルガの名前を。まあこれで台大、あ、師範学院呢是叫大家唱，唱啊都是唱那个一些比较进步的哈。我那国民党，解放军的歌，对呀，解放军的歌了。一首，落吉娃海の子。我死なば我が無苦労、我が母の懐を旅し、海に弔えよ。そは日が西に傾き、東の空より月の昇り来る時と定め。やがて月も沈みなば、大きな星も輝けん。されど我常しえに光を失うことなし。